連日、様々な競技のメダル獲得に沸いたパリ五輪。日本中を熱狂の渦に巻き込んだ各選手の頑張りは、多くのファンにとって得難い経験となった。一方で、その夢の舞台に惜しくも立てなかったアスリートたちも数多くいる。女子走り高飛びの高橋渚選手もその一人だ。世界ランキングであと一人のところまで迫ったが、大舞台には届かなかった。 現在は来年の東京世界陸上に向けてトレーニングを積む24歳に五輪関連で目立った報道スタイルについても聞いた。本大会はもちろんそこに至るまでの各競技での選考大会の様子も含めメディアでも連日アスリートの頑張りが報じられた。五輪ロードで目についたある記事スタイル。そんな中で目についたのが 競技や選手を目にした際の SNS での反応やコメントをベースにした美人アスリート、イケメンアスリートといったビジュアル面をトピックにした記事の多さだ。こういった記事に対しては、それまで選手のことを知らなかった人たちに対してライトなファンの間口が広がるメリットがある一方で、選手である以上、競技結果で見てほしいという主張を持つアスリートも多い。 陸上競技の女子走り高跳びで日本選手権3連覇の実績を誇る24歳の高橋渚。先行も今季ここまで同様のテーマで記事に取り上げられるケースが多かった。今回のパリ五輪では世界ランキングであと一人のところで大舞台に届かなかった高橋だが1 7 3センチメートルの長身とも相まって メディアでは記録以上にルックス重視の取り上げ方をされることもあった。走り高飛びが競技特性上、身長が高く手足が長いいわゆる、モデル体型の選手が有利な競技ということもあっただろう。自身が目指していた舞台に立てないことが決まった悔しさの中で、競技とは違った角度から報じられることは、本人としても様々な葛藤があったのではないだろうか。それでも高橋自身は率直に、 まずは知ってもらうことが一番大事だと語る。今回、結果的に私はパリ五輪に出場することはできませんでした。もちろん、五輪に行けなくて残念だったなという気持ちもあります。でも同じくらい、世界との距離が遠いと言われていた女子の走り高飛びで、あと一人のところまでランキングを上げることができたという、可能性を感じられた思いもある。 手探りながら海外の大会にもたくさん出て、ポイントを計算しながら結果を残せるように努力もしてきました。仮に、記録が良くなかったから、五輪に出られなかったから、という結果だけで見るとするならば、その経緯自体を知ってもらう機会を失うことになってしまう。ビジュアル面であれなんであれ、入り口はともかくとしてまずは、ハイジャンパーの高橋なぎさという存在を知ってもらいたい。 その上で、また次に向けて頑張ってほしい、と言ってもらえることはすごく嬉しいですし、頑張れますね。もちろん昨今のスポーツ界で大きな課題となっている盗撮問題や誹謗中傷などは論外としても、SNS なども含めて、様々な角度から背景を知ってもらうことの重要性は大きいと高橋は言う。それは仮に今後、高橋が世界大会などに出場する機会があったとして、 その際にこれまでの本人のバックボーンを知っているかどうかは、競技を目にした人の選手への思い入れの高に大きな影響を与えるからだ。